和下軍はアメリカ合衆国アーカンソー州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は26,120人であり、2000年の28,790人から9.3%減少した。軍庁所在地はカムデン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。和下軍は1842年11月29日に設立され、 軍名は、和下川にちなんで名付けられた。和下軍は、カルフーン軍と共に、カムデン小都市計を構成している。軍内では、日刊誌、ザ・カムデンニューズが発行されている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は739.63平方マイルであり、このうち、陸地732.45平方マイル。 水域は7.18平方マイルで、水域率は0.97%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。和下軍は民主党の強力な地盤であり、デイビッド・プライヤーとその息子マーク・プライヤーの二人のアメリカ合衆国上院議員などを輩出したプライヤー家のお膝元である。デイビッド・プライヤーは、 アーカンソー州知事や議会議員も務めた。1972年、リチャード・ニクソン大統領が20世紀でただ1回、ワシタ軍を制した、共和党候補となった。2008年の大統領選挙では、共和党のジョン・マケインが民主党のバラク・オバマに10ポイント、近い差をつけてワシタ軍を制し、2004年も、ジョージ・ W ・ブッシュが、ジョン・ケリーを破っていた。 インターナショナル政治会社が閉鎖される以前、軍内にはかなりの数の組織化された労働者がおり、これが伝統的に民主党を支持してきた。アーカンソー州の軍はさらに軍区に小区分されている。各軍区には未編入領域と編入渦み自治体がある。現代の軍区にはその維持目的が限られたものになっている。アメリカ合衆国国政調査局は軍区をもとに、 人口を集計している。また、経図調査など、歴史的な目的には、価値がある。一つ以上の軍区に入っている町や都市は、統計調査に基づいて扱われる。和下軍の軍区は、下記リストの18区であり、その中に含まれる町や都市を各個書きしている。ありがとうございます。